皆さんこんにちは、ジョコンです。ということで今回もイーフトボール2023年1の月曜日に登場するクラブセレクションレアルマドリー紹介していきます。久々にクラスレが帰ってきます。今回3回限定ガチャで移籍組が早速入ってきましたね。まあこういうのをこれからシーズンゼロ期間をやっていくんでしょうか。ベリンガム、ホッセル、順当に移籍組選ばれてます。まあね、何度もね出てる選手もいますけど、まあ、乗り換えなんかもね、検討できますので、ぜひね、来週楽しみにしてみましょう。レベル上限はリークされていません。そちら予想込みの紹介になりますので、実際のものは月曜日に確認してみてください。ということで早速いきましょう。さあ、まずはアラバの紹介ですね。センターバック登録なので、おそらく上限は19くらいになるでしょう。19でも通常と同じ上限になります。ディフェンスセンスがかなり高い91の数値、今回トップ強化にもなってますね。まあ、中盤想定で起用するのが無難かな。センターバックだとさすがに守備能力とかフィジカルとか全然上げきれませんし、サイドバックだと特にスピードとかスタミナとかちょっと不安残る。まあ、中盤で、まあ、スタミナはね低いままなんで、早めの交代とかを考えるみたいな方がいいのかなと思える選手です。まあ、CMF でも DMF でも輝けると思うんで、乗り換えの意味でもいいんじゃないかなと思います。スキル見てもやっぱ中盤器用ですよね。ブロッカーとかもないしね。まあ、中盤とか、まあ、どこのポジションで使うにも闘争心は追加したいですかね。過去アラバ3回出てます。一番上はフィーチャーです。ベース1で比較するとハイライト、クラセレとの違いは、まあ、ベース能力が下がってますけど、今回こちらの上限をしっかりと超えてきて、19くらいになれば乗り換えてもいいかなぐらい、期間も空いてるし。そしてダービーとはベース能力全く同じ、前回は19上限、それを超えてくるかが乗り換えるポイント。さあ、続いてカルバハルですね。現在右サイドバックしか起用できないんで、まあ、サイドバックでこういうキャラクターの選手を使いたい方はおすすめできます。スタミナ抜群の90、スピード、ディフェンスの能力、この辺はかなり整ってますよね。アグレッシブネスの数値は88まで伸びてます。ただガンガン上げるキャラクターの選手が欲しいのであれば、アーノルドとかキミヒの方がもうちょっと足元高いんで、攻撃にも活用できるような、攻撃にも活躍できるような能力はしてるかなって気もします。まあ、これで逆サイドできるとか、まあ、逆足も高いとか、そういうのあればよかったですよね。あとスキルがちょっと寂しいので、追加しないといけないスキルが何個かある。特にサイドバックしかできないことを考えると、ディフェンス系、インターセプト、ブロッカーとかつけたいですかね。過去カルバハルは3回出てますね。一番上習慣なんですけど、攻守バランス型を取りたいのなら習慣でもいいかもしれません。スキル追加するなら乗り換えましょう。その他ワールドカップ期間に出たディフェンスガチャで搭載されたカルバハル、これトップ強化さですね。まあ期間交流の乗り換えくらいですかね。まああと上限次第。リーグガチャのものも基本はトップ強化さです。まあこれは最近でもあるし乗り換えなくていいかな。さあ続いてもサイドバックバスケツです。もともとはサイドハーフとかウィングとかの登録だったし、まあ、攻撃的に行く方がいいですよね。まあ、守備能力がそんな高くないし、フィジカルもちょっと低めだし、サイドバックとしてはちょっと難しい起用になりそうなんで、まあ、攻撃的に育成してサイドハーフウィングで使うのが無難かな。特にスタミナの数値はさすがの高さ92もあるので、バリバリ試合活躍してくれそう。能力はね、ちょっと厳しいのでリーグイベント中心になりそう。まあ、あとスキルですね。ダブルタッチ足裏持ってるんで、エラシコつけて特殊にするなり、ちょっとスキルが偏りすぎてるんで、パス系だったりシュート系だったり、その辺をつけたいですかね。まあ、サイドしかできないんで、ピンポイントクロスはあった方がいいのかなって思います。この時期数少ない初 FP なんで、希少性はありますね。さあ続いてレアル初となるベリンガム紹介していきましょう。まあ、このバランス力は最高ですし、波小さい、しかもライブアップデートがね、これから乗るというかなりの追い風。逆足も優秀ですし、特にスタミナの数値とか、まあ、中盤に必要なもの、スピードもあったり、フィジカルあったり、守備能力あったり、足元パスも80を超えたり、決定力も最低70、トータル、まあ、欠点という欠点はないですよね。こういうバランスタイプにね、スパサブつけても面白いかなと思っています。まあ、あとはスキルですね。素晴らしい。もともと特殊ができるような、スキル構成、ワンシューワンパー、アウスピなんかも持ってて、闘争心も持ってます。まあ、中盤の選手としてスルーパスはあった方がいいのかなと思いますので、ぜひその辺を検討してみるといいと思います。そして問題は過去バージョンですね。まあ、スキル追加考えるなら、上2つ習慣からは乗り換えでいいでしょう。まずイングランドパックと比べると、これはね、イングランドパック上限高いんですよね。まあ、それに迫るくらいの上限であれば乗り換えでいいかなと思うんですけど、全然ってこともあれば、乗り換える必要はないでしょう。そしてワールドカップ期間に来たシャイニングスター、これも同じことが言えそう。ただ前回の上限が25、これ25上限なので、まあ、それぐらいにはね今回なりそうなんで、乗り換えでいいんじゃないでしょうか。はい、これがショータイムになります。ベース能力はね今回の方が高そうですけど、ショータイムも上限29と割と高かったんで、どこまでそれに食らいつけるかがポイントになりそうです。さあ続いてカマビンガですね。左サイドバックもしっかりと適性がついてます。まあ中盤起用が無難かな。やっぱサイドバックだとスタミナとスピード瞬発がある程度求められると思うんですけど、ちょっとスタミナがね上げきれませんし、スピードもまあ80届くか届かないかぐらいまでしか持っていくことが難しい。まあ、なら無難に中盤起用がいいんじゃないでしょうか。スタミナちょっと低いんで、途中交代とか、そういうのはね
考えなくちゃいけないですけど、守備能力と足元パスの能力はさすがの高さを持っていると思います。もうちょっとね上限高くなるともう一歩二歩強くできるんで、その辺に期待したいところで、まあ、あとはスキルですかね、しっかりとつけたいものがありますね。中盤で使うならスルーパス闘争心、まあ、その辺は欲しいのと、もしサイドバックで使うなら守備系ブロッカーマンマークとかつけてもいいかなと思います。さあ過去いっぱい出てます。基本週間 FP は全体育成を考慮するか、スキル追加をね考慮するなら今回乗り換えか、そんなとこですね。特に2番目、守備的サイドバックにもなってるんで、そのプレイスタイルの好みにもよります。3番目はフィーチャーなので乗り換えましょう。基本的に過去28上限がハイライトは多い。こちらの CS とはトップ強化さ、本当上限が同じくらいそれ以上ならないと乗り換える必要は基本はないと思います。そしてもう一つのクラセルとはベース能力同じなんで、上限同等以上なら乗り換えましょう。なんかダービーもね、ベース能力同じでした。以下同文。さあ続いてはレアルに帰ってきたブライム・ディアス。逆足最高のねチャンスメーカーになりますので、まあ、その個性はね素晴らしいものあるし、まあ、ブライム・ディアス持っててもリーグイベントでね、今まではイタリアのイベントでしか使えなかったですけど、今回からラリーガでも使えるという、そういうタイプでもありますね。まあさすがのドリブル周りの数値やスピード瞬発ボディコンの高さ、まあ身長も小柄で、ドリブルとかコネコネはしやすそう。まあただあと一歩絶対的な能力みたいな、そういうところはないので、この上限だとそれぐらいちょっと厳しいですかね。スキルは素晴らしい。こちらもエラシコつければ特殊になります。ワンパスレパス、シュート系ないので、まあシュート絡むことあると思うんで、シュート系とかつけてもいいのかなと思いますし、もしウイングで使うならね、ピンポイントクロスとかあってもいいかもしれません。過去3回出てるブライム・ディアス、まあ、スキルつけられるなら習慣は乗り換えましょう。ミランパックは TS 給料統一ではなかったんですけど、そろそろ TS 概念もなくなるんで、まあ、そんなに意識はしなくていいですが、ベース能力は全く同じ。上限26以上なら乗り換えましょう。まあ、チャンピオンシップとはほぼトップ強化差ですね。まあ、ただ全体的には今回の方が上昇値が高いんで、まあ、乗り換えてもいいかなぐらいにはなってるね。さあ続いては初 FP192cm ホッセル紹介していきましょう。波小さいなんだ、それは素晴らしいですね。得点感覚、あとは空中戦をねしっかりと上げるような意識をして、育成してみました。まあ、ただ上限25ぐらいだと無難って感じは正直しちゃいますね。70以下の数値フライパスだけですし、まあまああと守備能力もあるけど、まあ全体的なバランサーという、ね、能力は素晴らしいんですけど、突出して、めちゃくちゃ高い数値90以上があるとかそういう感じではなさそうなので、本当上限がどれぐらいになるのかっていうのはポイントだと思います。まあ、あとはヘッダーヤバトの空中戦に長けたスキルは素晴らしいし、ワンタッチ系2つのスキルは最高です。闘争心もいいね。ただもうちょっとセンターフォワードで、シュート系つけたりダブルタッチとかつけたらもう少し輝けるのかなと思うんで、まあ、スキル追加っていうのはね考えたいところです。そして最後はビニシウス・ジュニオール。いや素晴らしい数値持ってんな。特にドリブルの数値は95まで伸びてきますし、スピード瞬発はさすがの高さの95へ。ほんとドリブルに関しては言うことないですよね。ちょっとボディコンの数値は低いです。あとはスタミナがねちょっと低いですね。包帯は考えましょう。ここにパス能力、決定力、得点感覚も最低限の数値は持ってますので、能力自体にね不安視するところはほとんどないでしょう。今シーズンもねバリバリ活躍してくれる波小さいだと思います。まあ、ちょっと気になるのは逆足が低いのと、あとはインレシですね。しかもインレシ初トーポジしか起用できるところがないんで、まあ、センターフォワード本適性が早く欲しいです。もしくはインレシ卒業。スキルも特殊もできますし、初期からスルーパス持ってるんでつけなくていいのはラッキーです。基本サイドしかできないんで、ピンポイントクロスとか、まあ、あとはワンタッチ系とか、まあ、シュート系とか、その辺をつけてもいいかなと思ってます。さあ問題はねたくさんの過去バージョン、上3つはフィーチャーなので乗り換えましょう。まずはクラセレ、強化度の高かったものですね。ベース能力も高いし、上限も25ぐらいありました。本当今回最低でも25上限ぐらいはないと乗り換えるってことはなさそうかな。そしてダービーとはベース能力は同じになってます。前回上限割と低めだったんで、これは超えてきそうですけど。そしてショータイム付属のハイライト、まあ、これはトップ強化さなので、本当上限がどれぐらいになるかで乗り換えましょう。でショータイムですね。ショータイムってこんだけしか違わないの。まあ、上限はねショータイム高いしモメンタム持ってるから乗り換える必要はないと思いますけど、こんだけしか違わないんだ。はい、ということでそんなレアルの CS 来週の月曜日登場します。まあ持ってないとかね、乗り換えるという前提で、引いてみるのはありだと思います。まあ絶対級っていうのは本当バグ強がどこにね、設定されるかがポイントになりそう。ベリンガムバグ強とかならワンチャンあるかもしれません。こちらのチャンネル、いいフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。